アンティオペ、または、アンティオペは、小惑星帯に位置する小惑星の一つ。1866年10月1日に、ドイツの天文学者、ロベルトルターにより発見された。ギリシア神話から命名されたが、ギリシア神話に二人登場するアンティオペへのどちらが、語源になっているかで論争になっている。小惑星帯の外側から三番目のグループであるて、 ミス族に属しており、このグループのほとんどの小惑星と同じく C 型小惑星である。密度が小さいことから30%以上の空撃を持つ多項室でできていると推定され、衝突によって砕けた小惑星の欠片が集まったラブルパイルだと考えられている。1980年6月11日、2008年1月3日に遠平が観測された。 2008年の観測では、主星と衛星の影が観測され、2006年のカリオペと衛星リヌスに次いで、遠平以外の方法で見つかっていた小惑星の衛星による遠平の観測に成功した2番目の例となった。アンティオペの最大の特徴は、ほとんど同じ大きさの2つの天体が二重小惑星になっていることである。 万世の存在は2000年8月10日にマウナケア天文台群の WM ケック天文台で保証工学による観測を行っていた天文学者のグループの手で発見され S-2001 という仮符号が付けられた。二つの天体は共に 85km 前後の直径で中心間の距離はわずか 170km 程度である。二つの天体は 全体の質量中心の周りを回っている。周期は16.51時間である。数年に一度、地球から、相互遠平が観測される。また、ケプラーの第三法則を使うと、周期と天体の大きさより、それぞれの質量と密度を計算できる。軌道の軸は、王道座標を使って、イコールと表せ、太陽系に比べて63度傾いていることが、わかる。 8から10メートル級の望遠鏡を使った保証工学による観測と数ヶ月間の高度曲線により形状、表面の様子、大まかな密度、内部の状態など様々な物理パラメータが算出される。形はわずかに球形から外れていて、大きさの比は0.95、平均半径は4 2 9キロメートルである。2003年に延平が起こった。 サイの高度曲線により、正確な形のロッシュローブからのズレは10%以内であることがわかった。ありがとうございます。